吉岡さんが演じている夏美は本浦さんが演じている紗穂に思いを寄せるという役柄なんですがこう夏美の気持ちというのはどのように受け止めていいらっしゃいましゃまたか、はい、あの今日、本浦せりなちゃんと一緒に登壇できなかったのがもうすごい残念だったんですけどもあの撮影中、もう一目見た瞬間からあの心奪われるようなそういう方なんですよね、本ちゃん自身が。でああもう たまらないといとうかこの人と会えてよかったっていう気持ちに自然となったんですけどやっぱりこう自分に自信がなくて自分なんて何もないんだって思っていたそういう部分を人との出会いでその人が埋めてくれるような,なんかそういうロマンチックさみたいなのを私はこの脚本から感じていたのでなんかそういう人によって救い上げられるような希望的な感覚っていうのを やっぱりあの千原さんがこの映画に込めた思いとしても、やっぱり優しくつながってるっていうところ、その人とのつながりのなんか尊さみたいなところをあの感じながら日々演じてました。はい、ありがとうございます。千原監督、そのつながっていくっていうのはこ脚本、はい、こう作品を完成させる上でどういったところからどういったきっかけでこういうお話になってたんですか。なんかあのやっぱり自分自身の人生も含めて。 こう全てがこう目の前で起きてることだけじゃなくてまあ遠くで誰かがやってくれたこととかが実は何年後かとかにね影響したりとかまあそういうことで人生もつながってると思うのでなんかそういうことをあの実はね吉岡さんのパートとまりかさんのパートはほぼねあの別々から始まるんですけどそういう遠くで起きてることも 人生に影響してくるんだよっていうことをちょっと形にできたらなという感じでした。はいはい、ありがとうございます